作陽学園高校出身の石川るなプロです。よろしくお願いします。さあ実はですね、今回カシノさんからレナプロにちょっとお願いがあるようで。そうなんです。いやー、僕がこの番組に仲間入りして、うん、はい、いろんな、まあ、プロの方からレッスンをつけてもらって、うん、ある程度上達はできたかなと、お手応えを感じている部分があるので、お今の自分の現在地を、うん、ちょっと今日試してみたいなと思っているんです。ということは加志野さんが回る、はい、っていうことですか、はい、ちょっと僕だけではやっぱり不安なので、うんうん、ちょっとレナプロと新田さんも一緒に、はい、ちょっと対決という形で、はい、対決ですか。ぜひぜひ、ね、しちゃいましょうか、はい、しましょう。ちょっと楽しく回っていけたらなと、はいはい、そうですね、はい、加志野実力を知るチャレンジマッチに挑戦。よし、新田とのアナウンサーチームで勝負を挑む。お願いします。迎え撃つレナプロには厳しい特別ルールが。何だこれ。プロのスゴ技が炸裂、お見逃しなく。すごすぎる。やだ。何でやさん出ました。今回の舞台は岡山県真庭市にある備中高原北坊カントリークラブ。赤松の林で区切られた美しく戦略性の高いコースはゴルフメディアが選ぶ日本のベスト100コースに12年連続で選出されています。勝てる気しかしません。今回はレナプロ VS アナウンサーチームのチャレンジマッチと、その前に、まあ、私と加志野さんがペアになるんですよ、うん、はい、まあ、到底レナプロに勝てるわけがない、もう勝負にならないので、うん、はい、レナプロにはちょっとハンデをお願いしたくて、はい、まず3本でお願いします。クラブ3本、はい、もうプレーする前に3本選んでいただきます。事前に3本、はい、アナウンサーチームから特別ルールのリクエスト。プロが使用できるクラブは3本のみ。アナウンサーチームの第1打はベストボールを選択。さらに一度だけ打ち直しが可能で、プロのアドバイス付き。ちょっとやりすぎじゃないか。これで少しは、はい、ちょっと確かにそうですね、勝負にできるように、はいはい、これでやってみたいなと思います、はい、お願いします。どうしましょう。気合は、気合はもう十分満点。満点。ベストボールも僕がものにし、やり直しを、ね、使わなくてもいいようなプレーをしたいと思います。聞きました。聞きますね。自分で自分の首大丈夫ですか。今回対決するホールは1番ホール、レギュラーティー521ヤードパー5、右ドッグレッグのフラットなホールです。グリーン手前にそびえる木とガードバンカーがプレイヤーの行く手を阻みます。まずはレナプロのクラブ選択から。ではレナプロ、はい、3本選んでいただきたいんですけど、はい、パターも含めてですからね、はい、どうしましょうか。でも無難に行くとしたら、うん、ユーティリティを2回打って、うん、ウェッジでパターみたいな感じなんですけど、お誰も別にユーティリティのショットは見たくないと思うんで、視聴者さんもドライバー見たいと思うんで。いいですか。ドライバーで、うん、セカンドもドライバーで打って、直ドラ出ちゃいます。ちょろしたらごめんなさいね、で、まあちょっと間取って52、おアプローチもバンカーもできるんで、お保険ですね。保険かけて52とパター、うん、さすがレナプロ、もうテレビのことをよく分かってらっしゃる。本当ぶっ飛ばしたいと思います。うわ楽しみ、はい、クラブ3本が決定。レナプロティーショットなんですけど、はい、そうですね、まあ、右ドッグレッグなんで、ちょっと最短距離で逆に右狙っていくかなと思ってます。ショートカットですか。あ、なんと、なんと攻めますね。ちょっと攻めて、はい、直ドラをちょっと楽にしたいので、うん、なるほど、できるだけ飛ばしたいです。レナプロレギュラーティー521ヤードからの第1打。
うわいやーすごい、すごい伸びますね。うわ、OK、え、これ、相当飛んでるんじゃないですか。すごい、ナイスです。ナイスショットで狙った通りのところに打てました。だいぶこれは行ってるかな。ショートカットにもなってランも出てそうですね。よかった。うわいやすごい、ちょっぱなからもうちょっとまずいですね。まずいです。これはだいぶ真面目です。やめとく。やめます。ちょっと遠慮しとこうか。レナプロのフォールアウトまで見るって見学にします。見学会です今日は。おいおい、まだ打ってもないのに弱音を吐いてるんじゃないよ。イメージはバッチリです。いきます。さあ、カシノフロントティー496ヤードからの第1打。あどんまい。何やってんのカシノ、気合が空回りしてるぞ。どんまい。もう前行きましょう。出た。やったなこれは。もうだいぶ前叩いてるじゃないですか。続いては新田レディースティー457ヤードからの第1打。いいところ見せてくれ。おーナイスショット。いいよ、オッケーオッケー、めっちゃ飛ぶじゃん。オッケーオッケー、ナイスショット。ちょっと前行った、すごい、距離も出てそうです。距離も出て完璧でしたね、方向も。なんかちゃんと捕まってます、うん、いやもう回転がすごかったです。スムーズでくるっと回ってめちゃくちゃ飛んでました今のは。やった、完璧でした。ありがとうございます。ナイス、よかった。コマーシャルの後は必見プロのスゴ技、レナプロの豪快な直ドラ。え？プロとのチャレンジマッチに挑む新田とカシノ。1打目を絶好の位置に運んだ新田のボールを選択。アナウンサーチームカシノによる第2打です。ピンまで残り253ヤードのところに、はい、新田さんの第1打。いやー素晴らしい。素晴らしすぎます。でしかもちょっと見てください、はい、斜め右前、え、レナプロの、はい、そうなんですよ、変わらないボールが。これはだから今のところほぼ互角の戦いができているんではないかと。おー柏さん、ね、非常に重要です。はい、ラインがかかってますね。はい、信頼のおける、はい、7番アイアンでもういきます。確実性を、はい、取っていきましょう。そうですね、はい、柏野1打目を挽回するショットを見せてくれ。ゴー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 前に行った、前に行きました。いやーしまった、どんまい。続いてはティーショットで見事なビッグドライブを放ったレナプロ、注目の第2打は。ではレナプロ、はい、は、うん、番手はドライバーしかない。やった、直ドラですね。直ドラ、じゃあシャリーさんお願いします。はあ、ありがとうございます。すごい、特別ルールによりクラブの選択肢がないに等しいレナプロ、狙い通り第2打は直ドラ。どんなショットを見せてくれるのか。難しいです。直ドラやっぱこうスライスするんで、その分、はい、左向いてスライスかかったらいいなって感じだったんですけど、思い通りに打てました。めちゃくちゃ一時直ドラハマって、それこそプロテストの時とかは T 刺さずにやってましたぐらい直ドラめっちゃ得意だったんですけど、急にやめてもう 3,4 年ぐらいやってないです。はい、やったー。でも
すごい。ありがとうございます。スーパーショット出た。いいものを見させていただきました。ありがとうございます。ではアナウンサーチーム第3弾。はい。新田さんです。はい。右からだとすごく打ちづらいと思うので、うん、あ、はい、なのでなるべく左に置けるように努めます。あ、助かります。ありがとうございます。という戦略でいきます、はい、これ以上離されたくないアナウンサーチーム、フェアウェイ左サイド狙いの第3打、新田頑張れ。あ、やってしまった。ニッタトップしてしまい、まさかのチョロ。あんなにペラペラ喋ってたのに。やめよう。もう打つ前に長く喋らん方がいい。この対決の行方は来週に持ち越し、果たしてアナウンサーチームは挽回することができるのか。一方、特別ルールの中でも絶好調のレナプロ、まだまだ凄技見せます。お楽しみに。今週は備中高原北房カントリークラブの平日限定ペア招待券を1名様に、スマホストラップを4名様にプレゼント。 RSK アプリからのご応募お待ちしております。